おはようございます、釣り子 TV です。今日はね、なんとね、嬉しい視聴者の方からですね、贈り物が届いちゃったよっていうことでね、何が入ってるかちょっとわからないんですけども、これは嬉しいなってことでね、開封していきたいと思います。ちょっとここら辺住所とかね、書いてあったんで、剥がしちゃったんですけど、こんな感じの、段ボールで、まあこっち上って壊れ物ってね、なんだろうってことで早速開けていきたいと思います。いや嬉しいな。先日ね、めぐたすさんがね、私誕生日なんですけどなんて言ってて、で、めぐたすへの誕生日プレゼントが届いたんですよ。でそれとは別に釣り子さんにも贈り物があるんでっていうことです。これがそっちの段ボールですね。でめぐたすのやつは開けてないんで、またねタイミングを見て、ね、渡していこうと思うんですけども、ちょっとね今忙しくてちょっとすぐ会えないかなといった感じなので、どうにかねちょっとそれもね、せっかくだから開封動画とか作りたいなと思うんですけども、とりあえずね今日ね、まあ俺しかいないんで、ね、これはね釣り子の方へ、どうですか贈り物ですっていうことなんで、こっちを開けさせていただこうと思います。なんだろう、いきますよいきますよ。じゃじゃーん、まだでした。あ、お手紙付き。お、釣り子 TV 様ありがとうございます。アリエルちゃんかなこれ。ほっ、もう一発。おー、すげー。なんかいろいろ入ってますよ。うわー、いいのかなこんなに。あ、これは嬉しいですね。ちょっとどうしよう、ちょっと出していきますかね。まずはい、これが入ってましたね。これはちょっと愛とかが曲がった時に、クランクベイトとかね、右に左に、泳いでっちゃうとか、まあ、例えばシャドウが、若干愛のバランスが悪いとか、そういう時に微調整するためのアイテムですよね。バスプロショップスってことで、あー、しかも、ね、開封してない、使ってない。いやー、これ買いたいなと思ってたんで、ほんと嬉しいです、ありがとうございます。でこれウェブメンバーのルアーじゃないですかね。え、これは嬉しいなあ。俺ねこれ持ってなかったかもしれないな。はい、トップウォーターの釣りはね、まああんまり釣れないけど、俺はでも大好きは大好きなんで、これはね嬉しいですよ。いやー、いいのかなこれ。はい、あ、いいっすね。あ、いいっすね。使います、ありがとうございます。これね持ってなかったと思うんで。あ、で、はい、うなぎリグのね、具ね、これありがたいですね。そう、12月にね、そう、うなぎのワームもらったんですよね、巨大な。で今度はねそれのリグくれましたね。え、うなぎリグやるやる言ってね、そういえばやってねえなっていうね記憶があるんで、これを機にねちょっとうなぎリグやってみたいと思います、ありがとうございます。あー、出た、モラネズミエンペラー。これ、いや俺これは持ってるんですよ持ってるんだけどまだ使いこなせていないっていうね、ちょっと大きいなっていうね、頑張ってこれ使います。はい、で、あ、10フィートアンダーのチューブですね。これチューブワーム、あ、これ持ってないかな、いや持ってたかな、持ってないかな。ね、最近こういうチューブワームって本当減っちゃいましたよね。テキサスリグの具なんかにして使うんですけども、やっぱり独特のアピールがあるんで、この中が中空になっていて空気をはらんで、ボディもプッて潰れるからフッキングが良好で、でもうまあなんていうか肉厚で投げやすくて、まあ形がシンプルですからね。
でこのひらひらがすごいアピールしてくれるっていうことで、まあまた巡り巡ってね、絶対チューブワームブームみたいなのが来ると思うんで、そういう時に向けてね、いっぱい持ってたりするんですけども、さらにこれで在庫することができたっていうことで、はい、ありがとうございますね。はい、で、あー、はい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 、これジャッカルの猫シュリンプだっけな、これ持ってんな、俺買って紹介動画作って投げてないっていうタイプです。多分ね、そう持ってるけどね、投げてないってやつね。ちょっとね、投げて、あーやっぱりこれすげえなーなんてなったら、在庫分になるんでね、ありがたいです、ありがとうございます。ジャッカルのね、猫シュリンプがあって、またジャッカル入ってましたよこれ。はい、あ、これはねちょっと昔のパッケージですけど、スーパーダーツホグってことでね、これね、まあジャッカルってこういう大きなワームとか結構やりだしたの、ほんと初期の頃からね、あの小野さんがやってたって雑誌とかでって印象があるんですけども、その走りの頃だったと思うんですけどね、このスーパーダーツホグとかね。これ使ったことないなあ。でも牛久沼とかなんか、ちょっといくつかこのぐらいのボリューム感行ってみたいななんていうところがあるので、使ってみたいと思います。こんな、あ、すごいっすねこれ。俺出してみたらこれすんごい。あ、でこれチューニングしてるのかな、チューニングしてるんじゃないかな、安田さんが切ってるのかな。あ、本来こういう感じっすよね。うわ、すっごい、こんなボリューム感あったんだ。あー、でこれはもうスペシャルチューンがなされて、これがビラビラにこう切られ、爪カットチューンみたいな感じですかね。だいぶこういうなんかビラビラ仕様になってるんですけど、オリジナルはこんな感じでね。これ釣れそうっすね。あー、これちょっと使ってみたいところがあるな、いくつかな。これありがとうございます。はい、いや、すげえいっぱい入ってますよ。悪いな。はい、パワーベイトのこれは味と匂い、ビッグクローラー7インチね。あー、7インチっていうことで結構大きめ長めのワームですね。これもちょっと1個見てみます。あ、結構これって張りあるんですね。俺使ったことなかったけど、あ、匂いはね、あのバークレーの超釣れそうなね、信頼と実績の匂いがついていて、でこのシンプルな形状でボリューム感があって、何よりこのミミズカラーっぽい感じがいいですね。このカラーなんかすんごい釣れそうということで、ねえ、こういうのもね、あったら出しどころね、ちょっと見つけて、わかりました、ちょっと投げてみたいと思います。そして、あー、これは嬉しいな。ねえ、坂又シャットの8インチシルバーシャットっていうことで、これビリビリって破かないとちょっと出せないんで、その時が来たら開けたいと思うんですけど、まあもう坂又シャットのでっかいやつですよね。なかなかね、自分の行くエリアだとここの8インチバヒュバヒュって泳がせるようなシチュエーションってのがないんで、琵琶湖とかね、そのうち遠征できるようになったら、そういった時に向けて開封しないで取っておいてぶっ込もうかななんていう風に思いますよ。ってことで、ちょっとやべえぐらいね、こんな入ってて、いや実はね、俺もね6月誕生日だったんですよ。特に何って言ってたわけじゃないんですけどもね、ちょっとホットな誕生日プレゼントっていう感じで、なん嬉しいな。大好きなデックス系もあるし、まあ、若干まんべんなくありますね。で、はい、ね、ラブレターが入ってますね。アリエルですね。アリのまま、あ、それちげえか、あれはなんか雪のなんかでしたね。はい、すいません、丁寧にね手紙つけていただいて、はい、ちょっとね、ありがとうございます。ちょっとね読んでみたいと思います。
釣り子 TV 様へ、こんにちは。いつも釣り子 TV 様の動画を本当に楽しく拝見させていただいています。特に新製品紹介の水槽を使った動画が本当に参考になります。ソルトでのシーバスゲームも楽しそうで、動画を見るたびに釣りしたくてうずうずしちゃいます。釣りしたいと。今回はメグタスさんへの誕生日プレゼントと、前回渡せなかったうなぎリグ用の服と釣り子様の好きそうな大きめのワームたちを入れておきました。最近では、見かけなくなったワーム等を中心に入れました。でかいワームでデカバスゲットしてください。これからも応援してます。頑張れ。汚い字で申し訳ありませんっていうことで、俺の100倍綺麗な字なんで、半端じゃない綺麗な字で、こんなね、便箋にね、したためていただいてありがとうございます。っていうことで、手紙にも書いてあったんですけど、もう今回ね、ちょっと本当になんか申し訳ないなってぐらいいろいろ詰め込んでもらっちゃったんですけども、はい、ここで業務連絡です。メグタスさんの誕生日プレゼントが届いております。もうカメラに入りきらないぐらいのね、これ、はい、メグタスさん用の誕生日プレゼントが、釣り子 TV のスタジオに届いておりますよ。というわけでね、これを開封してもらいたいなっていうのがあるんですけども、ここでね、また業務連絡なんですが、私不詳釣り子 TV ですね、8月の、8日までですね、ちょっと旅に出ておりまして、釣り子スタジオ行ってもいませんので、事前にね、LINE で連絡を取ってですね、受け渡しの日時を、スケジューリングしたいと思います。ちょっとね、のっぴきならないようで、8月、2日から8月8日まで、遠方に出張に出ちゃっておりますので、よろしくお願いいたします。というわけで業務連絡終わります。はい、そういうわけでめぐたさん、ちょっとこれ誕生日プレゼントね、早めに渡したいので、ちょっと、よろしくお願いしますよ。見てるかな、なんか動画の人見ないって言ってたからな。はい、というわけでね、まあこんな感じでね、ちょっと今感無量ですね。なんか動画やっててよかったななんて思いますけど、またね、これからもね、そうシーバス動画とかもね、そんな視聴回数はいかないんですけども、やっぱり見てくれてる人はね、あれよかったよなんていうね、ご意見なんかもいただいたりしますので、まあシーバスはもちろん、まあ、今年はね、自粛期間なんかもあったんで、お家で何かやらなければとね、水槽での水中の動きの動画なんかも、動き出しておりますので、またね、いろいろ新しいコンテンツ思いつき次第、どんどんパワーアップしていきますので、引き続きよろしくお願いいたします。この贈り物のおかげで一本で動画作れちゃった、ありがとうございますということで、はい、というわけで本日の釣り子 TV は、視聴者の方からとんでもない、贈り物がたくさん届いたよっていうのと、めぐたさん、誕生日のプレゼント届いてますよ、ね、8月8日以降にちょっと、取りに来てください、はい、ね、という動画でした。はい、釣り子 TV でした。